はいどうも皆さんこんにちは、カズマックスです。今日はね、いよいよ僕初めてのブレンドに挑戦しようと思います。はい、本日ご用意しましたのは3種類。左からガテマラ、タンザニア、ブラジル、こちら全てがスペシャルティーコーヒーとなっております。これをどう配合していくかでブレンドコーヒーの美味しさが変わってしまうわけです。これをうまくするかまずくするかは僕次第っていうことですね。いや、責任重大ですよこれ。だから怖くて今までやらなかったんですけどね。いやー、今日ねついにいよいよやってみますよ。まずブレンドをする上で覚えておかなきゃいけないのはそれぞれの味。やっぱりね、一つ一つの味が分かっていないとどう混ぜていいか分かんないですからね。僕の場合はこれね、普段飲み慣れてるコーヒーなんで、大体分かってます。本当にね、今回アバウトに平たく本当に言ってしまうと、こちらガテマラがほんと華やかな酸味がね特徴のすごくね綺麗なコーヒーです。コクもあってね素晴らしい。はい、お次タンザニアはすごくね滑らかなんですよ。口当たりが柔らかくてすごくねスッと入ってくる。でもしっかりとしたコクがあって甘いアフターテイストがあります。で最後ブラジル。こちらコーヒーの代表格ですよね。変なブラジルだとね、なんか荒々しい感じとか濁ったようなね味がすることがあるんですけど、このブラジルはねとてもマイルドでビターな感じ。深入りコーヒー好きな人はねものすごく好きだと思います。これ今回全てね深入りになってます。焙煎度の違うね豆をブレンドしていくブレンド方法もあるんですけど、ちょっとねそれ難易度高いんで、いきなりねこれは厳しいと思って、はい、とりあえずね3種類全部フレンチローストの豆を今日は用意しました。さあ、豆の味の整理がついたところでいよいよブレンドしていきます。どう混ぜればいいんだこれ。多分ブラジルが結構強いからこれはあんまり多すぎない方がいい。多分ね、アクセントとかちょっとほのかになる感じでいいと思うから、とりあえずよし、これいこう。ブラジルが、2割くらい。おーし、はい、とりあえず 20g で、多分ねこっちをねベースにした方がいいと思うんですよね。どうしようかな。よし、決めた。とりあえずこれをタンザニアとガテマラを半々でこれ4割入れます。よし、はい、次タンザニア99、100、OK。 はい、というわけでこちらに3種類全部の豆が入りました。おお、これがブレンドコーヒー。ちょっと待って、ブレンドしてないじゃん。はい、これねしっかり混ぜないといけないですからね。はい、よく混ぜましょう。しっかり均一に混ぜて初めてねブレンドコーヒーって呼びますからね。おお、なんか米といてるみてうわ、めっちゃ手が油っぽいんだけど、帰りのいい油が出ているわ。テカテカですよ。ほら見て、これめっちゃうまそうでしょこれ。はい、というわけで完成いたしました。僕の初めてのブレンドコーヒー、一体どんな味がするのかちょっと楽しみですね。じゃあ早速入れていきましょう。はい、いきますよ。おー、こぼれちゃったこぼれちゃった落ち着け落ち着け。はい、じゃあ今日はね 18g の豆を使って、はい、こちらブレンドコーヒーを入れていきます。さあ、それではいよいよドリップしていきます。記念すべき第1投、よいしょ。よいしょ。おーこれは今までで一番特別なコーヒーかもしれない。いやー、美味しそう。めっちゃいい香りしますね。やっぱ深入り系のちょっとね、はい、濃いめの香りがしますね。いい香り。はい、それでは入れてきます。はい、今回はね最初の方をじっくりドリップして、後の方をちょっとさっとね早めに落としていきます。よーし、さっさっとね。ドリップ後の方はねそんなに美味しくないですからね。やっぱ美味しいのは最初の 1,2 分ですからね。はい、それではよし、そろそろいいかな。よし、はい、オッケー、完成でーす。できたー。はい、というわけでこちらに初めてのね、僕の初めてのブレンドコーヒーが出来上がりました。さあ、それでは一番お気に入りのカップでね今日は飲んでいきましょう。よいしょ。うわー、はい、オッケー。はい、お待たせいたしました。深入りのブレンドコーヒーでございます。はい、というわけでねこちらに出来上がったカズマックスのブレンドコーヒー、初めてのブレンドコーヒー、カズマックスブレンドと名付けよう。よし、こちらをいただきます。いい香りだな。はい、いただきます。おいしい。これめっちゃうまいよ。うまい。これは最高だ。これは配合合ってたな。めっちゃうまいじゃん。美味しい美味しい。ちゃんとコクがあって、あとペーパーをチョイスしたのもあるけど、深入りだけどボディは強いけど飲みやすい。なんだろうねこれ。あーすごい。スペシャルティーコーヒーの味を壊さずにちゃんと、ブレンドできてると思う。多分、すごく美味しい。これは美味しいぞ。なかなかいいブレンドができたんじゃないですかねこれ。いや、これは誰かに飲ませたい。うわー、これはめちゃめちゃうまいよ。最高。うまいなぁ。今日実はね、3本目の収録なんですけど、これ。だいぶ疲れてたんですけど、一気に元気出た。疲れなんか吹っ飛んだよ。めっちゃうまい。はい、というわけで今日は僕、カズマックス、初めてのブレンドコーヒーに挑戦してみました。めっちゃ美味しくできました。最高だった。いや、皆さんもね、ぜひやってみてください。とても特別なコーヒータイムが過ごせると思いますよ。はい、というわけで今日のカズマックスコーヒーチャンネルでした。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。